性とかそこにこう宿った思いみたいなものが今目の前にここにあるというか、その凄さみたいなものを感じたんですね。で手紙というのはテキストももちろんあるし、ものとしてもあるから、その両方があるというところが何かこう手紙の成果だったと思います。まさにそれが本当にリアルな実物ですからね。人物なんです。そうなんですよ。まあ、これだけいろんなラブレターをご覧になって実物も見られてというプロセスを経て、例えば掛橋さんがラブレターの書き方を指南するとしたら、どんなことをどんなふうに教えていただけますか。正直に格好つけずにその恥ずかしさを忘れて書くということじゃないでしょうか。